演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのキコの実と夏目チップス、つまり夏目商品2種を食べたいと思います。どうし、言い方がやっぱり違うんですかね。でもどちらも美味しそうに、あれ夏目チップス前も食べたかな、まあいっか。ではチップスの方から開けてみたいと思います。はい、中身はこんな感じですね。チップスというだけあって、おっと、その割には厚めだな。チップスっていうともっと薄いイメージあるんですけど、まあ、今度もチップスに影響されっぱなしか。ではいただきます。チップスサクサクだな、さぞかしいいと思ったら、え、これって本当なの？本当にすごいな。はい、次はこちらのクコの実。こちらも美味しそうですね。チップスと違って丸くなんですけど、チップスとだいぶ形違いますね。こんなに変わるもんなのかな、それとも違うものなの。ではいただきます。こっちはちょっとかな、今回は差がついちゃったな。これはですね、最初に食べた夏目チップスはサクサクとした食感が本当にチップスなんですけど、これ見てもらったら分かるように脂質がほとんどないんですよね。なのでチップスというよりはドライフルーツに近い製法で作られているのではないかと思います。まあ、製法はこの際あまり関係はないかもしれません。サクサクとした食感を本当に楽しめて、甘さも砂糖不使用と書いてあるのにかかわらず、ちょっと本当かなって思う部分もありますが、本当に甘さが感じられて美味しかったです。ちょっとした時に食べたい時にもおすすめできるチップスですので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのクモのクコの実は、ほんのり甘酸っぱいと書いていますが、あんまり甘酸っぱさは感じませんでしたね。むしろ酸っぱさが強いです。やっぱり漢方とかに使われるような商品ですので、その影響もあるのか、その味が出てるのかなっていう、ちょっと自分的にはそのままで食べるのは向かないかな。ここにアクセントやトッピングなど使ってくださいとかでもね、そうしやって食べた方がいいかもしれませんね。ちょっと好みが分かれる味ですが、自分はちょっと合わなかったかなと思う部分がありますので、こちらの点数とさせていただきます。まあ、食べられなくはないのですが。それでは長だれ、なだれいや神経性胃炎、逃げるのに、まあ、わずらってたら逃げられませんよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。